はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。今ね、まあ霧積み温泉からの帰りなんですけど、まあ、高崎のね、まあ、大町っていうのかな、ここな、住吉町か住吉町に来ています。どっかで今ね、82銀行のですね、まあ、裏にある、まあ、青果軒っていうラーメン屋さん、果たしてね、今の時間やってるかどうかわかんないんですけどね、まあ、82銀行がね、まあ、見えてると思いますけど、まあ、前回行った時はね、ちょうど、なんていうか、車がね、まあ、いっぱいでね、まあ、ちょっと入っていけなかったんですね。82銀行のこの信号のところを入っていきます。ああ、車来ますね。気をつけましょう。うん。来ちゃったね。間が悪いね。はい。よいしょ。そしてね、まあ、ずーっとね、こっち行くんですよ。まあ、狭いですから、皆さん気をつけてください。かね、いいんですけどね。なおも直進しますよ。もう自転車来ます。これどうしようかな。下がってくれるかな。そうだね、下がってくれて、私がこっちへ少し入って、よし、よっしゃ。そしてね、ここをね、右に入るんですね。あ、すいませんね。これ、一方通行じゃないと思うんですよね。その青果軒。やってるかな？営業中。この真ん中に置こうかな、端に置こうかな、まあ、端の方がいいね。ここで、よし、ここで切る、よいしょ。はい、ここでいいですね。じゃあ、めったにやらないね、まあ、グルメレポートしましょうね。よいしょ。
マスコミには、仕事を発信する。なのに、全然うまくいっていない。